ここからは竹ケ氏が JBC で騎乗予定の馬につきましてお話を伺いますよろしくお願いいたしますえ JBC レディースクラシックではプリンシアコメータとコンビを組むということなんですが、はい、まあ昨年もこの馬とコンビを組んでレディースクラシックに出走しましたよね、はい、そうですね、はい、ですレースを振り返っていただけますかまあ初騎乗だったんですけど 回収、まあ、まで乗った感じでまあどういうレースしようか決めようかなと思ってたんですけど、まあ、すごくこうフットワークの大きい馬でうんあの、まあ、メンバー的にも、まあ、どれが先手取るのかちょっとはっきりねしないメンバー構成だったのであこれちょっと先手取れるようなら取ってもいいなっていう気持ちでゲートにしましたね。 そして先頭は形になりました。よね、はいはい、そうですね、あの馬もスタートも良かったですし、雪っぷりも良くて。まあ道中もなんかリズムよく走ってくれてたので。まあ、いい形だなと思いました。ま直線はララベルとのね、一騎、はい、打ちになりました。そうですね、直線向いて少し行ったところで、若干馬がね、その。まあ物見って言って、ね、まあ少しこう、なんか。 なんか躊躇するところがあって、まあそこその瞬間にこうスーッとこう並やっぱりこう並ばれて、あとはね同じ足だったんですけどね。まあ結果は残念ながらの二着でしたね、うん。そうですね、もう惜しかったですね。もうちょっとでしたね。うん、まあレースがねレースだけに非常に悔しかったですね。うん、僕まだこのレディースクラシック買ってないんでね。あそうですよね。はい。 ぜひ今年ね再度このコンビということで期待も高まりまりす、はい、あのプリンシア・コメータ自体は前走あの「レジス・プレリュード」そうですねモレイラ騎手騎乗で勝ちましたが、はい、あのレースぶりは、はい、ああの映像で見ていやさすがモレイラだなと思いましたけどね <laughs> 今度プレッシャーですよね。<laughs> ね かわさせなかったレースぶりでしたけれども、はい、その後そのプリンシア・コメンタの様子ですとか何か伺ってますか、はい、まああのそうですねその前奏をすぐにねあのお話いただいてあの、まあ、よしと思いましたし自分にとってはねやっぱり昨年のリベンジでもあるしあの、まあ、こういうチャンスねもらったんで、まあ、トライアル勝ってきてるわけですからね非常に いいチャンスもらったなと思いましたね。うん、そして京都コースは他局州乗り慣れたコースになります。去年はこの馬で逃げましたが、はい、今年のそのプランですね。何か考えてらっしゃいます、あ。かちょっとね。メンバーがまだね。あの中央馬の他の中央がもどういう馬たちがね。出てくるか、まだちょっとわからない状況ですからまあ、それからですよね。まあ、京都 京都も大丈夫だと思いますけどねはいはい、1800m になります、はい、今年の JBC レディースクラシックでは1年ぶりの騎乗となりますので、はい、プリンシア・コメーターへの期待、お願いいたします、はい、そうですね、本当に昨年、悔しい思いしているので、まあ今年一緒に勝てたらいいなと思っています、はい、では続きまして、JBC スプリントで騎乗予定のマテラス会についてお話を伺っていきます。はい 前走東京杯は逃げて4着でした、はい、振り返っていただけますすかそうですね、まあ、正直ね、あのーまあ、人気もすごく人気集中してましたしこ、えーまあ、今年に入って、ね、ドバイ以外はすべて圧勝していたので、はい、特にその前走ですよね、プロキオンステークスであれだけのパフォーマンスを。はい 見せててくれてたので、まあ、正直僕もここは勝たなきゃいけないという気持ちは強かったんですけどうーんまあそうですね、まあ、スタートもねあまり初めてこの馬に乗ってあまりいいスタート切れなかったですしなんとなく道中のリズムもいつもの感じではないような気がして、まあ、直線一度はねスッと話す後続を話したんですけどなんかこの馬。 らしくはなかったですね。うん、残り100メートルぐらいですかね、うん、かわされてしまいました。そうですね、もう失速しましたね。まあ、まあ細かい部分でね、いろいろあると思うんですよ。何か一つ大きなことがあってっていうわけではなくて、まあちょっとやっぱり馬体も少し重かったですし、あのまあスタートも良くなかったし、まあ、レースメイもなんか初めてちょっと入れ込んでましたしね。 うんあとはまあ落鉄もしてたのかな,なんか前足の方ですけどね、はい。結局スタートが良くなかった分、まあ、先手取るのにいつもより足も使わなきゃいけなかったりとか、まあ、そういう、まあ、ちょっとしたことがいろいろあったと思いますね。ではある程度範囲ははっきりうそうですね。はい、あの次の方が 今は良くなるんじゃないかなとまあ調教したね話はしてます。はい、あのマテラス会はそのお話ありましたように一千万条件からもドバイ遠征を挟んでプロキオンステークスまだ日本で四連勝。はい、この間この成長というのはどう感じてますか。いや初めて僕まあ今年からね乗せてもらったんですけどいや初めて乗った時はなんかここまで。 思わなかかったですまああんまりそのいい走りではなかったんですよ。なんかこう前足と後ろ足のう,うまくかみ合ってない感じで、まあ、それでも勝ったんでうんまあまあスピード能力はあるなあとは思ったんですけど、まあ、その後ですね乗るたびに馬がどんどん良くなってて、はいあのまあ、それこそ京都でね 圧勝したんですけど、その時はこれは,これはあれ相当強いなと思いましたね。うん、まあそれもあって、まあドバイ遠征、まあ思い切ってねあのトライすることになったんですけどね。うん、ドバイ遠征も前線しましたよね。いや頑張りました。ね、すごいメンバーですからね。ねなかなか今まで日本の馬があのドバイのねスプリントで、はい、なかなかこう 自分のレースできないケースが多かったですから、うんうん、その中でね、いいレースミセバ作りましたから、あのスピード負けしなかったんでね、そこは立派なレースができたんじゃないかなと思いました。あとは不良のコンディションだったとはいえ、プロキオンステックスが、はい、本当に強かったですよね。強いし、いもうタイムがね、もう驚愕のタイムですよね。レ <laughs> コードですもんね。はあ、はい、芝並みの芝よりも早いようなタイムですからね。うん あ,あの状態もね本当にこう良くなっていってて、まあ早かったですね。はい。まあ右回りでも左回りでも同じように走ってくれますね。うん、そして JBC スプリントの舞台はまあ京都の1200メートルになります。まあ準オープンも逃げ切っていますが、どのようなレースをイメージされていますか。はい、そうですね。まあやっぱり。 に絶対に逃げなきゃだめとは思わないですけど、まあ、逃げて結果を出してきているので、まあ、スピードが武器だとは思うので、まあ、そこは生かしたいですし、まあ、京都でも勝ってますからねうん今度こそという感じですねフットワークというのはまた最近その変わってきたという部分もあるんですかいや、まあ あの最初に乗った頃より全然いいですやっぱり後ろ足の感じが良くなってきたのでそこが大きく変わりました、ねうんはい、では JBC スプリント東京杯からの巻き返しに期待しているファンの方も多いと思いますので、はい、メッセージをお願いいしますすはい、そうですねあの、まあ、世界の舞台でもスピード負けしなかったこのスピードをね、えー、今度ドでもう一度発揮して今度はきっちり、えー 勝ちたいなと思います。頑張ります。<laughs> では続きまして JBC クラシックえクリスライトで出走予定。そうですね一応その予定ですね。はい。あのタケキシは船橋の大イライト記念クリスライトで三連覇。はい。そして2015年の帝王賞ではまあ二着とまあクリスライトとのコンビの成績がありますが、はい、この馬についての印象はいかがでしょうか。印象です。まあ。 特にやっぱりそのダイオーライト記念がね、はい、強くてクリス・ライト記念じゃないかと言われているぐらいですけど、ね。本当であと、ね、2,400m はこのコースはクリス・ライトのためにあるようなう<ー>。<laughs> そうなんですよねまああのスタミナはありますねこの馬ねやっぱりスタミナってあのそんなに器用な馬じゃないんですよ本当はレース乗る方もそんなに乗りやすい馬ではないんですけど。 まあ、あの長距離のダートだと、そのバテないという強みを生かすことができるので、まあ、そういう競馬ができれば、強いですよね、うんまあ、ただ、昨年のコリアカップ以来の,、はい、あのレースということで、近況について、何度かね、もう少し早い復帰ができそうな話があったけど、もうなんかこう、伸び伸びになって。うん 今は何も問題ないとは聞いているのでただねその久々っていうところは、まあ、この馬のせなんか性格というかを考えても一度使った方が本来は動ける馬なのかなとは正直思いますねあの京都コースでは平安ステークスで竹騎手が騎乗して、はいまあ、グレートパールの2着という成績があります。こ、はい、この馬京都にに変わることに関ししてはいかかがでしょうか 2着だったえヘイアン・ステイクスの時はもはあの時はもう完全に先行馬がね揃っていたのでもう,もうラストにかけるレースしようと思ってそれがまあうまくはまったかなというところは、ねうん、JBC クラシック竹騎にとってみると9勝目もねかかっているわけで注目も集まると思います。はい、はい そうです、ね、まあ今回はちょっとねおそらくそれほど人気も集めないとは思いますけどまああのそうですね9勝目、まあ、一度狙いたいですよね思い切ってねはい、はい、期待しておりますので、はい、頑張ります、はい、では最後に今年は京都で行われます JBC につきましてファンの皆様にメッセージを最後にお願いいたします。はい そうですね、えーまあ、今年は京都競馬場で、えーまあ、1日3つというビッグレースが行われるということで、えーまあ、JRA の陣営としても非常にわくわくしてますし、えーまあ、ホスト側という気持ちで何とかレースを盛り上げたいと思ってますのでそしてもちろん結果で応えたいと思ってますので皆さん、えー、ぜひ楽しみに競馬場に足を運んでください。 楽しみにしています。はい、ありがとうございました。